クトロボコ。今日からお世話になります。オーダーメイドのロボコです。ロボコ、真心込めてご奉仕します。萌え萌え、めっ、めつ、このロボちょっと変じゃ。まあ素敵、さあ上がって。おっちゃま虫虫、ごらごら。じゃあママパート行くからお留守番お願いね。え、ちょっと、あ、ロボコちゃんにエッチなことしちゃダメよ。しないよ。おませさん、クスクス。なんだこいつ。おかしいな、こんなロボ見たことないぞ。ジャンプ読んでる、カタログにも載ってないし。っていうか、領域展開？思ってたのと違う。特にデザインなんか太いし、膝ナッパだし。安い型落ちのだからかな。まあでも見た目も大事だが、問題は中身だ。かしこまりました。よし、ヘイロボコ、ファンタちょうだい。ん、かしこまりました、ご主人様。パンツ見えてる。なんだそのパンツ。いいんだよ、少し上げるだけで。加減がわからなかったりして。そのキャラ何？くそ、今のがメイコだったら。もう、くファンタと一緒にお食事はいかがですか？え、じゃあお願い。キッチン借ります。そっか、ご飯も作ってくれるんだ。さすがオーダーメイド。背中ひよ。3分後できたぞ。しかも早い。ここでロボコクイズ。なんか始まった。さて、私が作った料理は何でしょう？ヒントはお米と卵とケチャップを使ったおから始まる料理だぞ。みんなも一緒に考えよう。メイドといえば、わかった、オムライスだ。外れ、正解はおっ、クソ男飯。なんだそれは。ケチャップままだ入ってるよ。隠し味。もっと隠せよ、むき出しじゃねえか。あ、ファンタも入ってる。ファンタと一緒にって、一緒に出すって意味だろ普通。あ、てへてへで済むか。これもメイコだったら、てへギリドジっ子で済んだのに。なに、何の音？充電が切れそうです。充電ってなるの？背中にコンセントが。おのれ設計者。僕がやるよ。ふぅ、止まった。大丈夫？おげー顔。これだってメイコなら。おげー、そろそろ厳しいな。いや、そもそも変だぞ。メイコの充電はこんなのじゃなかった。すやすや。やっぱり旧式だからいろいろ違うのかも。 iPhone とかもそうだもんな。他に何かお仕事ありますか？お、でもやる気はあるし、旧式でもきっと得意なことがあるはず。試しにいろいろ頼んでみるか。30分後。こいつ何もできねえ。なんで何もできないの？オーダーメイドでしょ。なんでだ。そういうのじゃなくて、もはやオーダーメイドかどうか以前の問題じゃ。あ、わかった、故障だ。一度返品して。返品？あ、人間め。え、人間め。めちゃくちゃ人間に組んでる。違うんだ、落ち着いて。駆逐してやる。とんでもないこと言い出した。あれ、やっぱり変だぞ。オーダーメイドは不要な感情は持たないはずなのに。あ、そうなの？私は感情ありません。君どうした？いや、あるでしょ感情。ありません。さっき泣いてたじゃん。冷却水です。いや、でもだって感情ないって言ってんでしょ。むき出しじゃねえか。くそ、こんなもの。ちょ、やめろ、何やって。
外れでした。何が？ただいま。ママ！ねえ、やっぱこのロボおかしいよ。何言ってるの、可愛らしいじゃん。ボタン！違うよ！くそ、なんだよこれ。やることなすことめちゃくちゃだし、あげくママに怒られるし、僕が欲しかったオーダーメイドは、ご主人様、こんなのじゃないのに。ロボ子の役手だぜ。お前なんか大嫌いだ。ドーン、メルカリに出品してやる。ボンド、畜生、最悪だ。こんなはずじゃなかったのに。本当なら、すげえな。さすがめちゃくちゃ楽しみにしてたのに。ロボコ？あんなにひどいこと言った僕を、なんで？なんでじゃないよ、バカか僕は。確かに変なパンツだし、家事はできないし、充電おかしいし、膝はナッパだし、失敗ばかりで思ってたのと全然違ったけど、ロボコはずっと僕のために一生懸命だっただけじゃないか。なのに僕は他と比べてばっかりで。さよなら。ありがとう。ロボコは命のオンロボだよ。それと、あ、さっきはひどいこと言ってごめん。あんなこと言っておいて都合がいいけど、ロボコさえよければ顔を上げてつかさい。何があってもロボコはご主人様のオーダーメイドです。ロボコ泣き顔すげー。今度こそよろしくね。はい、こちらこそ。そうだ、聞いてよボンド。ん？昨日頼んだこれ、ママ間違えてて頼めてなかったのよ。え？なんだ、焦った。ずっとおかしいと思ってたんだよ。ん？待てよ。じゃあこいつ何なの？ロボコちゃん、お料理運ぶの手伝って。はいです。今日はカレーよ。、うん、あ、ま、いっか。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。